ちょっと新加入のベテラン勢もいるので近づいてみたいと思います。高橋選手、はい、新加入ですか？はい、新加入。え、気持ちどんな感じなんですか？新加入どうすか？どうすか？どうすか？お前は自分で答えるのは何だぞ。なんでこっち向いてくれないんですか？おい、3個目じゃん。2個いいじゃないんだよ。こっち映してます。え、それサンドイッチ3個目なんですか、大久保選手は？昼飯食ってないです。あ、これがお昼ご飯でしょ。そう、デブ一直線。太るからか。あ、なるほどね。ここ3人結構濃いめですね。濃いんだ。濃い。この3人で結構いるんです。濃いね。結構、ちょ、高橋選手、この3人で結構いるんですか？はい、よくしまってます。あ、一番後輩ですか？一番後輩です。あ、そうか。直属の先輩なので。カーノ選手変わりました？めっちゃ丸くなってます。嘘。どんなところで？優しい、すごく優しい。前も優しかったでしょ？いや、正直言って前は怖かったから。そんな優しいっていうことよりは怖いイメージしかないです。今はもうめっちゃ優しい。あ、じゃあ今まあこっち帰ってきてめちゃめちゃ優しくしてもらってるんですか？すごい優しくしてもらってます。川野選手、優しくなったんですか？はい。なんで？なんで？やっぱこういう人たちが優しくしてくれたから、うん、大久保選手とかに優しくしてもらって、はい、僕もやっぱ年下に優しくしなきゃなっていうのを教えてもらいました。大久保選手、いいことしましたね。いや、何もしない何もしない。優しくって例えば何してもらったら優しくしてもらったことになるんですか？なんか撫でてくれたり。撫でるんすか？大丈夫、お前が俺をする。大丈夫とか言って、大丈夫二人行ってきたから。大丈夫って優しく頭撫でてくれたりするんですか？痛い痛い。いいとこありますね。したことない。大久保選手、今日新入団会見ですけど、はい、何かちょっとやっぱこうベテランとして面白いコメントとか。ないないないです。ない。俺はそういうタイプじゃないです。なんかでもなんかこうヴェルディに入団した気持ちを表明したいなとかいう気持ちはあるんですか？いや、言えない言葉では。あ、思いつかない。なるほどね。じゃあ俺を見て分かってくれと。